田中正宏さん、事実ならアウトな記事を出されてしまう。約100人の選手、スタッフらから聞き取ったアンケートの全貌まではわかりませんが、田中が見て見ぬふりをしていたと書かれたものもあったと聞いています。安楽の後ろ盾になって楽しんでいたと見ている者もいます。そんな中、球団は功労者に日米通算200勝を成し遂げてもらいたいと田中を守ることにしたわけです。あ、楽しんでいた？順調に晩節を汚しまくってるな。なんか放置よりヤバいニュアンスに悪化してて草。毎日毎日田中正宏の続報来るの助かる。腐ってて草。終わってんなこの球団。秘書に嫌われてんのかってくらいネガティブな記事出てくるなマー君。ああ、どうすんのこれ、楽しんでいたなんてもう言い逃れできないじゃん。消せ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 。裏でまで何してたかは知らんだろうけど大体のことは体育会系みたいなノリで笑ってたんだろ。大体安楽と仲良かったって時点でグルだよ。まあは日々すごいストレスを抱えてるんや。ガス抜きできる何かが必要やろ。いや記事にしなくても分かってたことやん。安楽生贄にして田中を守る。みんな分かってた。安楽とあんなに配信で仲良かったから、いろいろ察するだろそや。まあ後ろ盾おらんと安楽もあそこまで増強できんやろしな。実力主義のプロの世界で安楽が幅利かせるってそういうことよな。正宏さんに喜んでもらうために暴走しちゃったのかもな。てかアンケートにまた田中の名前出てたのくさ。笑えないネタはやめてー。ダルはこのことどう思ってるんやろ。球団対応が気に入らない奴に接触したらリークしそうやな。ラー君、嘘だろ。ご視聴ありがとうございました。